はい、はい、ちょっとだってこれ見てよ、はい、痛い痛い痛いはい、はい、行きます。 Hello there 始まりました、マチャチャンネル。さあ、何久しぶりに Hello there 始まりました。 Hello there、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 Hello there とか、はい、Hi there, Hey there。 あ、おかえりなさい。はい、いや、ありがとうございます。ごめんなさい、見てましたよ。ロサンゼルスで殺されそうになったんですよ。いやいや、なんてない、突き取ろうとか言ってないです全然全然、まあ、危ないでしょ、ロサンゼルス。そんなことないですよ、もう全然僕も慣れっこですし。あ、まあ、あとエリアもあるってね。あ、大丈夫なエリアとダメなエリア。そうそうそう、その行かないんで、もうほぼほぼ行かなかったですし。怖い、ラックスって怖くない？全然いつもサンフランシスコに入っちゃうから。サンフランシスコの方が全然危険ですよ。あ、そうなん、今なんかすごいお店がいっぱい閉まってるって話よね、はい。もう危険地帯はサンフランシスコの方がはるかに、サンフランシスコはもうダウンタウンエリアは多分もう全てのブロックにホームレスがいるみたいな感じです。でも坂道だから走って逃げないんじゃない？坂道の、まあ、エリアもね、いろいろ留学しましたから、ね、ハロゼア、はい、でお疲れさんでした。はい、今ユーテラ、はい、取り終えましたの で、ね、終わったー、はい、108回。すみません、これ新しい場所なんですよ。はい、そうそう、ただ呼びのところで今撮って、ただ呼びでただで撮らせてもらってるの。そうでも寄付口座あるじゃないですか。何寄付？もう忘れちゃってる寄付口座。そう寄付口座で、もともとただ呼びと言うてる一緒にやる予定だったんで、ゆきお先生にちょっと寄付口座お願いしますって一回やってもらったんですよ。やったんだっけ？確かやったはずなんですよ、そしたら、まあ、寄付が来た、はい、来たんで、だいぶ佐藤ゆきの名前で来たの。あ、佐藤ゆきお先生のを見て寄付しましたって。いや、すいません、出たんで、 あれ、まあ、ただいぶ側でまだ動画出てないから多分わかんない、出てたらこのまま使いますけど、入ってました、そんな寄付。すいません、ちょっと後で返します俺すいません、本当にそんな知らないうちにごめんなさい。そうです、いましたんで、はい、ありがとうございます。でも本当にすごいやりやすいけど、ちょっとここつまずくんだよね、何回もつまずきそうね、本当僕も昔撮ってた時いつもここでガンガン。いやいや、慣れてないんで、はい、慣れればいいんでしょ、これ電子黒板、そう下のところね、ちょっとなんか高いよね、はい高いつまずくんだよ、ってことこの差がね、これ見てわかるでしょ、みんな、ほら、どうこれ、これ、なんかお兄さんと弟みたいな感じのよくあるよね、はいはいはい、お兄さんの方が背がちっちゃくて、弟の方が上みたいな感じ。そう、弟の方が大きくなりますからね、そう、胎盤がこうね、柔らかくなって、栄養が。まあ、いや、なるほど、それ何て。でですね、はい、まあ、ゆきお先生、ただいま出ませんからって、そこ間違えないでくださいね。出たら、はい、ここ出られないんです、ここを間違えないでいただきたくて、そうです、お願いします。まず、そう、代々木ゼミナールありますんで、はい。そう、まずここをちゃんとはっきりさせておかなきゃいけない、はいはい、はっきりした、はっきりした、はい、はっきりしました、はい、出ませんよって、はい、ゆきお先生の動画出ていかないっていうのをまず、ちょっと顔がポッて出るかもしれないけど、ね、出るの誰か撮ってる時にスタジオにプッてきた、はい、でもそんなに受験してないからさ、うん、受験の話もしないっていうのがゆうてらの基本だからさ、はい、それで使えるかどうかまた別で、ね、なんで誰か知らないですか？いや、いっぱいいるけどさ、今勝手に頼んでますから、ね、今勝手に頼んでる。あ、ゆきお先生 もうその場で言われてるっていうね。忙しいよね、みんなね。そうなんですよね、みんな忙しい。もともと世界中の先生って少ないのよ、はいはいはい、とにかく。でもちろん学校の先生が暇なんですから、この先生はいいけど、学校の先生もみんな忙しいじゃない、ね、はい、塾の先生も世界中の先生はすごい少ない、うん、圧倒的に日本史の本当に何分の1しかいないじゃない。そうなんですよね。そうなんです。だからなかなか、まあ、4ゼミぐらいお金くれればやっていけるんじゃないかな。まず受験者もそうですね、当然日本史の方が多いし、多い、うん、だからその中で世界史の当然そしたら先生もね、そうなんだよ、勉強した人も少ない。映像になっちゃうと生徒の数関係ないじゃない、結局先生は一人は一人だからさ、はいはいはい、だからそうすると日本史の方が選びやすいよね、先生いっぱいいらっしゃるし、はい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 、でも世界史の先生方は塾でも予備校の先生でも数が少ないので、うん、もう駒を与えられてしまってるんですよ、はいはいはい、そう、なかなかこっちに来て、はい、すごいいっぱい取りましょう、だって通知取るってめっちゃ大変なんでしょ、だって誰だってもうね、もうゆきお先生の教え子もいっぱいいるでしょうけど、今だって東進にね、加藤先生いたりとか和樹、ね、はい、いろんな方がいると思うんですけど、大変だから生活ね、はい、言っていいのかな、か言っていいのかな、カットカットカット、知らない、言ってないかったらダメですか、これカットカットカットだから、まあ、当然映像授業出てる人は出れないですから、出れない、ね、いや、そう、無理だね、よゼミの先生は両方とも出てるからダメだし、そう、ね、まあ、でもなんか募集すれば来そうじゃない、
じゃあ募集します。上澄先生来たらどうだ。いや絶対来ない。絶対来ない。絶対来ない。もったいないもんだって、まあ、こんなあんな知識あるのに。そうそう、ただでやらないかやっぱり。そうですね。誰声かけんの。あ、それやから総先生が声かけんの。まあ多分話し合いでってなるんだと思うんですけど、2人か3人ぐらいいなかった。そういらっしゃると思います、ね、なんかやってらっしゃって、はい、まだ若い先生だからやれるんじゃないのかな、はい、っていうか、なんかただ読みのいいとこって、はい、まあ、皆さんお金お金って言ってるけど、はい、実はお金じゃなくて先生方は、はい、やっぱり名前が知れて、うん、それがね書籍とかそういうのになって名前がさらに知れてっていう意味では、うん、この例え指ってすごく良かったわけじゃん。そうです。彼らにとっては大変だったと思うよ、はい、だけどお金以外のものでも良かったので、それ若い先生だったら特に世界中の先生なんてあんまり使う場所はないわけだから、こんなところで出してもらってね、うん、こんなすごいところで出してもらって、それでポッて広がって名前が広がるなら若い人はみんな来てくれるんじゃないのかな。そうなんですよ。そこはね大丈夫だよ、森哲だもん。いや森哲のそのなんかオーラで、オーラこう来てくれよ。弱々しいってさっき言ってたよ。さっき撮影した時弱い。違う弱々しく売ってるんでしょ。ああって俺みんなに言っちゃったよ。弱々しく売ってるだけだよって。実はそうでもないよみたいな。そうだよね、なあ、そのまあちょっと募集してみたらと。そうですね、募集してお話ししてみようか僕。ああいいじゃないですか。面接なんてそんな、あの、そんな大それたことじゃなくて、なんかお話しすれば世界史で何が大変なのかが本人たちが言うことが分かるじゃない。はいはい、なので本当に準備ができるのかとか、はいはい、やっぱ映像で撮るから、やっぱ知ってる通りさ、うん、世界史好きな人ってすごいツッコミ激しいから。本当そうです。受験生以外も多分見てくると思うよね、はいはい、その時にあれが違うこれが違うって言ってくるわけよ、うん、そう煩悩の話じゃないけどさ、はいはい、なのでそうなった時にやっぱりガクってきちゃうから若い人だと、はい、まあ、ってなっちゃうから、うん、それでやりたくなくなっちゃったら困るじゃないですか。 そうですね、そこは本当にあるんでね。その映像が難しい、映像の難しいところですね。例えば西洋史と東洋史の先生分けるとかさ、あ、なるほど、そういうのでもいいわけね。専門でやられてた人だったら好きなところだったら全部は無理だと思うから、うん、3人ぐらいいればいくつかに分けたらと思う。古代が好きな人がいたり近現代が好きだったりでもいいでしょうしね。なるほど、うん、いやでも見つけられるか。募集募集、うわそう、だからそれぞれ多分まあ足りてこなくなる。皆さん有名になってきてるんでしょ。そうですね、名前出ててね、はい、名前が売れてくるとやっぱそういうのが出てくる。いやいいんじゃない、皆さん喜んでると思うよ。でもいい、ただ呼びの理念みたいな話で総先生がすごい熱く語ってたじゃない、はいはい、ちょっと拝見させていただいたんだけど、はいはい、でもそれも含めてだけど生徒だけじゃなくてその若い先生にも機会が与えられたというか、そうそうそう、名前を広げるきっかけになったっていう意味で、うん、このただ呼びの存在ってすごいと思うのよ。そうある意味では、ね、生徒だけじゃなくてこのままずっと続けていれば、例えばただ呼びを経由してただ呼びを卒業してた先生方にまた新しい人、なんか登竜門みたいな、おーなるほど、ほうほうっていうんではいいかなって思うし、まあ、世界史は特に難しいからね、うん、やっぱり教えるのって。だからそういう意味ではいい機会をね掴んでもらえれば、若い先生方にいいじゃないですか。幸男先生と面接できる。面接じゃない、そんな大それたことじゃないです。でこうやってねこう座っていやいや、こういうやつなんだよ。マリーテレジアについてちょっと喋ってみ。何喋れる。マリアテレジア嫌なやつだよね。こんな、うん、こんな男に育てたつもりはない。育てて。そうね、だからそういう風になっていけば、まあ、本人たちも怖いじゃん、だから心配だと思うの、これをやることによって。ただ難しい、新しい人って間違えちゃうからね、もちろん、まあですね、もうそれもただ呼びの向こう側にいる子供たちには、うん、ちょっと間違ってたらごめんなさいねと、っていうのもちゃんと言っておかないと、うん、数学とちょっと違うので、うんうんうん、そこでちょいちょい間違えちゃう。俺もだって年代ちょっと間違えて書いた時があったんですけど、そういうのもある。地名間違って書いてた時あった。大変だった直すの。本当修正にめちゃめちゃお願いして、ごめん間違えてここ負けちゃったみたいな。最後までずっと気づかないで終わっちゃったから、ね、パナマとバハマ消したんだよ。分かんないんだから、ダメだよ。しかも口でも喋ってるし間違えて。そうそう、あったりしましたからね。言ったのに、はい、そういうことなんです。だそういうことには協力したいな、はい、させてもらえれば、まあ、分かんないよ、その例えびの先生方は雪をなって大嫌いだから来るんだとか言われたら困るけど、はい、そうじゃなければ世界史の先生方のなんかちょっとこう悩みというか、講師オーディションですしたら、もう雪男先生がそんな雪男先生がそんな大好きなやめて。なんでそこ緑色なの。なんでそこ青。違う、僕は名誉欲ないから。ないから俺ないんですよ。睡眠欲さえあんまないんですよ。大体性欲がないからね。うっせ、バカ。2回離婚してるのに関係ないでしょ、そんなの。そうじゃないんだから。やめて。
そう、西先生に会いたい。ああ、そうだ、西先生が、ね、うん、ね、昔はだってツアーね、行ってましたから、そうですよ、西先生、東京先生。僕から取りにくいんだって連絡、やっぱり。そうなん、難しい、だって後輩ですよ。ああ、なるほど。ね、そんな、やっぱり先輩にどうですかとか言いにくいじゃないですけど、お世話になったし、ずいぶん。確かに。喋りたいこといっぱいあるんだけど、お、うん、じゃあ、まあ、今度遊びに行きます。そうですね、ぜひ。これはね、ここに来ることもありますから、いろいろ。それと宗先生だね。宗先生、はい、ああ、そうですね、宗先生と今度お会いして飲み会撮って送るの、ね、動画にする、まあできんのかな。そんなことしたらダメでしょ、はい、食べれない話いっぱいしそうだな。宗先生が喋るんでしょ、だってもう仲良くしてほんとそう、ほんとそうなんだよ、ほんとそう。あの二人で出てやろうかな、二人でそれがもうの二人仲良くさせる。全も使えないよ。ダメダメ。はい、おしまい。ということでございました。はい、使えない話最後いっぱいしてましたけど。どこでカットして大丈夫？まあ、僕がやるからもう、はい。よろしくお願いします。はい。はい、ということで、はい、また今後の続きよろしくお願いします。はい、頑張ります。はい、頑張りましょう。ありがとうございました。バイバイ。流せないよこれ。